プルーセン。プルーセン、コプロイセン人、あるいはバルトプロイセン人、定作戦後、プラゼン、プロシア語、プラッセスは、バルト海の南東岸の、およそビスワ川と黒に、アンコ周辺に居住している、近隣のスラブ民族とは異なる中世バルト族、バルト人からなる民族グループ。13世紀の間にコプロイセン人は、ドイツ騎士団によって征服され、 ドイツ人により支配された。ドイツ帝国が統一される前に、かつて存在した王国であるプロイセンは、バルトコ派のコプロイセン地域からその名前をとり、コプロイセン後は17世紀から18世紀初頭までには消滅した。プルーセン人の土地は、ポラン族、原ポーランド人の出現前まで広大だった。およそ東プロイセンの中央から南部、原ポーランドのバルミア・マズールイ県。 ロシアのカリーニングラード州、リトアニアのクライペダ地方から成り立っていた。ほとんどのプロイセンの種族名は地形を主題に名付けられていた。この国の南前という湖、小川と沼が点在する地形を考えると理解できる慣習ではあるが、これらの種族名は水に基づいていた。実際、このような水に囲まれた地形のために、バルト5波が絶滅せずに残る孤立地帯ができ、 ドニエプル川やプリペアチヌマにつながり、これらがこの千年期にわたって外敵からの効果的な障壁になってきた。元々の前バルトの移住者は彼らの定住地の名前をそのそばの川、湖、海、あるいは森林にちなんで名付けるのが普通だった。組織化した一族あるいは部族の名前は定住地の名前から取られた。例えばバルティの故郷であるバルタは リトアニアでのバルティス川、あるいは、アルバニアのベラックやブルガリアのバラ、沼の意味のよう、何か他のバルト語やスラブ語の水の名に関係がある。ーゴコンは再建すると、湿地を意味していたものと考えられる。これは、インドヨーロッパ語族の、バーマイナスの王等級から来ると思われる。インドヨーロッパ語族はいくつかのバー語根を持っているが、その正確な意味と変化系統は不明である。 この語根は多分、プラッセス、プロイセンの中で使われているものと同じである。より古い形のブラスマイナスが、バイエルン人の地理学者、ジー・オーグラファス・ベベリス、旧世紀半ばにドナウ川へ北に、ついての地理書を書いた、指名不詳の人物の書いた地図で見出されるからである。古代ギリシャ語では、ドニエプル川の名前はボリュステネスだったが、それは確かにねじれているが、某マイナスを含んでいる。 タキトゥスのゲルマニアでは、ルジーブリ、ブル地方のルク人がゲルマン人の東の地域に住んでいると述べられている。ルギはユリウス・ポコルニーの辞書686ページで言う黒い湿地を意味するルグから変化したものであろう。他方、ブリはプロイセンという言葉の起源と考えられる。現在でもロシアやハンガリーやリトアニアなどではポーランド人をルク人という意味の 略人、レンジェル人、レンク人と呼び、ポーランド人は自らを、レク人と呼ぶ。パメリ、ポメサニアは、近くに、を意味する言葉と、蜂蜜を意味する言葉から派生したもので、これは、インドヨーロッパ祖語の語根、メド風マイナスまで起源が遡ると考えられる。ナドリュービア、ナドルビアの語源はいろいろに想定されてきた。スラブ語などで NA、近くに、接したと、 ダラビス木曜日あるいはココンドル、流れ、川から来たとするものなどである。それはコプロイセン語のナデン、シンディーン、ネデ、チア、ドニエプルの主流の名前であるナイター、リトアニア語ネデジャン、ロシア語などば、再建されたバルト語ではなどばとも関係がある。これらの種族名は、わずかに一から二個だけ生き残ったバルト語派である、ラトビア語とも明らかな関係が存在する。ラトビア語でも川を、 b.a. ルタという。パメディを見れば、パスカル、近くに、と、メジ、蜂蜜が含まれているのがわかる。ラトビア語で、ナドリュービアは、ナドリューブのような発音になるが、脳は、近くに、ドルーバは、トウモロコシ畑である。これらの要素の文脈は解明されておらず、ブリが、現在のプロイセンの語源であるかどうかも不明である。紀世紀の地理学者クラウディオス・プトレマイオスは、 ヨーロッパのソム社、ヨーロッパの8番目の地図に住んでいる防災を挙げ、彼らはビスラフルメンによってゲルマニアから分離されていると述べている。その地域のプトレマイオスの地図は非常に混乱しているが、この防災は現在のプロシアより東にあるようで、ビスラ側の河口においてはギュトン、ゴート族の支配下にあっただろう。タキトスがエスティ、東の人と記録したように、後に ヨルダネスは彼らをゴート人の帝国の一部として記録した。近年の考古学的成果により、紀元前からの原スラブ人の古地の一部ではないかとも考えられるようになったポーランドでは、プルーセン微島を複数型でプルシと呼び、この単数型はプルスであるが、ポーランドから見て、ルーシの地域、すなわちロシアへ向かっていく地方という意味のスラブ語、ポルスが根源であると一説。 ポーランド語のポーは方向を示す。全置詞で、英語の方に相当も、上記の説と同様に有力であり、この解釈も定着している。したがって、ブリガプラスの語源なのではなく、実際は、その反対で、すでにこの地方で長く定着していた名称のプラスが、タキトゥス島のローマ人によって、バーマイナスと聞き取られた可能性がある。なお、上記のポメサニアも、ポーランドでは、 ポメザニアと呼ばれるが、その語源は、蜂蜜の土地に向かっていく地方という意味のスラブ語、ポミオドから派生したもので、蜂蜜を語源とするコプルーセン語の名称が元であると、される。リトアニア語で、蜂蜜は、ミドス、ポーランド語では、ミュートである。ちなみに、ポメザニア人は、プルーセン人のうちの一部族である。同様の例では、ポーランド北西部から、 ドイツ北東部のバルト海沿岸に広がるポメラニアという地方名にも言える。この名称はポーランド語をはじめとした、この地方土着の西スラブ語群諸語でに向かっていく地方という意味のポモージェが語源である。ポモージェは英語やラテン語ではポメラニアドイツ語でポンベルンでどちらもポモージェから派生したものである。このポーマイナスの説は基準値として プシェボルスク文化を前提としている。バルトの歴史のはじめ、コプロイセンは、プロイセンのトルン付近の新南部とは、ビスワ川とネマン川、そして、ナレフ川の線によって境を分けられていた。カシュビアは、西方に、南に、ポーランド人、東に、スドビア人、北にクロニア人、そして北東に、リトアニア人が居住していた。ドイツ騎士団の司祭。 デュスブルクのピーターのクロニコンテライプラ社1326年によればコプロイセン人は部族構造で組織化されていた地理的特徴を基盤としコプロイセン人の11カ国10種族を列挙した分析結果が記述されているピーターによるとポメサニアの南西にある11番目の土地クルムはほとんど無人であったとされているドイツによる コプロイ先生服の後は、国土はほぼ正確にこれらの区分に沿って分割されたが、ドイツ人は、タンネンベルクを中心とするサッセンという12番目の国を加えた。以上の名前はおそらく網羅的ではないと考えられる。これらの名前の多くが古代、または中世の文献に現れるが、しかしある程度綴りと地理は文献によって様々である。デュースブルクのピーターは、ポメサに、ポゲサに、 バーミンセスなどのようなラテン語の名前の方を用いた。歴史文献で初めてコプロイセンが明確に言及されるのは、コプロイセンをキリスト教に教化する、宣教中の997年に殺された、プラハのアダルベルトに関連したものである。10世紀、西スラブ民族のキリスト教化後、977年、ポーランドのボレスワフ一世は、 アーダルベルト司教を軍事とキリスト教家の不教目的でプロイセンに送り込むが、プルーセンの異教主催により殺された。プルーセン人は、1015年、1147年、1161から1166年、そして13世紀中幾度ものポーランドによる侵略を撃退した。ポーランドの混乱と一世は、北方十字軍を徴収し、 何年もプロイセン侵略を試みたが敗北に終わった。教皇は十字軍をさらに準備した。ついにコンラと一世は、クルムラント、ゲン、ヘウムの領有権と引き換えに、ドイツ騎士団を招兵した。コプロイセンは、ドブリン騎士団を追い払ったものの、十三世紀、北方十字軍による数十年にわたる血まみれの征服活動の末、ドイツ騎士団に屈した。生き残った。 現住のコプロイ先人の多くが、ゲンカリー・ニングラード州にあたるバルト海沿いのサンビアカタに移住させられた。1286年の大規模反乱を含む、頻繁な反乱は、十字軍によって制圧された。洗礼を受けたコプロイ先人は、マクデブルク大司教の下で教養を身につけた。一方ドイツ人とオランダ人の移住者は、現住民のコプロイ先を植民地化し、 また、ポーランド人とリトアニア人は、それぞれ南部プロイセンと東部プロイセンに定着した。ドイツ人の地盤の中に、ケーニヒスベルクにコプロイセン人の大きな孤立地帯が残され、そこで1525年にプロイセン公国が誕生するまではドイツ騎士団国の一部のままであった。ドイツ騎士団の修道士と学者はコプロイセン人が使う言語に対して多大な興味を持ち、 それを記録しようとした。加えて、コプロイ先人と一緒卒する必要もあった。こうした経緯でコプロイ先語の若干の記録が残されている。ガリンディア語やスドビア語が含まれているが、これらの記録が西バルト語族について残されている記録のすべてである。ゲルマン祖母と類似性を示す非常に古風なバルト語である。コプロイ先語はゲルマン語、バルト語、 スラブ語の共通語がかつて存在したという理論を支持するように思われる。ドイツ騎士団は15世紀の間にポーランドリトアニア連合との徐々に弱体化された。多額の戦争賠償金により騎士団国家は債務負担と増税で経済は悪化した。プロイセン人は1440年半ドイツ騎士団のプロイセン連合を結成しポーランド王に支援を求めた。 1454年、13年戦争で、プロシア連合側は勝利した。プロテスタント宗教改革の時代、1525年、騎士団総長アルブレヒト・フォンブランデンブルクイコール、アンスバッハは、騎士団領を世俗化して、ポーランドの封建化身となり、プロイセンは、プロテスタント、ルター派のプロシア公領になった。コプロイセン人は再び反乱を起こしたが、 ドイツ政府によって鎮圧された。宗教改革の時代には、プロイセン公領で公式に、ポーランド領プロイセンでは、非公式にルター派の影響力は拡大した。バルミアではカトリックが残った。プロテスタント改修後、礼拝の言語は、ラテン語に変わり、自国となった。アルブレヒトは、競技問答をコプロイセン語に翻訳した。コプロイセン語は17世紀の終わりを迎える前に、 消滅したが、コプロイ戦後で書かれた聖書と詩が残っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。